ズモンスターション TV 始まりました。モンスターション TV、 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあなたをインゴザラシということでやっていきましょう。今回はね、たくさんコメントでもいただいておりましたあるランキングをねやっていきたいなと思います。そのランキングとは、悪魔の実の能力者ではない人物たちの強さランキングというのをね、今回やっていきたいなと思います。そうなんですよ、ワンピースの世界といえばね、やはり強い奴らってのはみんな悪魔の実を食ってるんですよ。だけどみんながみんなで悪魔の実を食っているから強いってわけではないんですよ。その中にも悪魔の実を食ってなくても身体能力だったりとか自分の鍛錬で強くなっている人物たちってのはたくさんいるんですよ。そんな彼らに今回はスポットを当てていきたいなと思います。結構面白いような展開になってるんでね、最後まで見てくれたらなと思います。ちなみに話は若干変わりますが、明日、今日が17日なので明日18日に私なんとね、大阪のユニバーサルに行ってきますよ。十数年ぶりに行ってきます。これはね、前回の動画でもお話をしましたけども、ワンピースのプレミアショーに行ってきますよ。ずっと行きたかったショーだけにね、今回はめちゃくちゃ嬉しく思います。ちなみに多分ね、この動画が出ているのが明日になるんですよ。なので私はね、ちょうどねその時にユニバーサルにいるんじゃないかなと思いますが、全力で楽しんできたいなと思います。こちら開催期間はね、今月いっぱいまでありますんでね、ぜひともまだ行ってない方はね、これを機会にユニバーサルを行ってほしいなと思います。ワンピースファンには絶対にたまらないね、素晴らしいショーになっておりますんで、皆さんも行ってください。そしてもちろんこれについてはね、動画でもしっかりとね感想動画を出していきたいなと思いますんで、皆さんそちらもね、ぜひとも楽しみにしてくれたらなと思います。もし明日の夜ね疲れてなければね、まあ0時ぐらいにはなると思いますが、生配信をするんじゃないかなと思います。明日の夜イコールみんなが今見ているので、今日の夜、はい、今日の夜にもしかしたら生配信するかもしれません。疲れてたら寝ます。なのでその場合はね、 Twitter だったりとか YouTube のコミュニティに書いていきますんでね、そちらもチェックしてくれたらなと思います。あ、 Twitter まだフォローしてない人、今のうちにフォローしてね。 OK、 ということで早速本題へ入っていきましょう。悪魔の実の能力者を食ってない人物たちの強さランキングやっていきましょう。まずポイントとしてですけども、今回は非能力者と確定してない人物たちは入れておりません。まあちょっとこれはどうなのかなって迷うところもありますけども、もうあからさまにこれ非能力者だなって思うところしか僕は今回入れておりません。そして力がね未知数なものも今回は省いております。それこそ言うのであれば五老星とかね、五老星は悪魔の実の能力者じゃないという可能性は十分にありますけども、だけどまあ念のためそこは外しておきます。もしかしたらね、そう、僕の中ではね悪魔の実食ってるんじゃないかななんて思うんですよね。これについてはまだ近々出そうかなと思いますが、まあそういった未知数なところも省いておりますので、そこだけよろしくお願いいたします。それではまずは10位からいきましょう。10位はビスタでございます。ここで出てくる可変のビスタ、こちらはねミホークとの戦いでね能力は見られておりません。多分彼に関しては完全に剣士ということでね、まあ剣の力のみで戦っているんじゃないかなと思います。ただね、なんか花吹雪みたいなのがねこう戦っている時に噂で出たじゃないですか。あれが一体何なのかというね、多分だけどあれはね能力じゃないと思うんですよ。もしもあれが能力であればもっとバンバン使っていると思うので、さすがに能力じゃないのかなとは思うんですよね。では一体花吹雪が一体何なのかということでございますけども、エフェクトでしょ。だと思います。雑か、雑もいいとこやな。いや、多分ね、もうエフェクトじゃないのかな。能力だとは思わないんですよ。まあ、エフェクトは雑だけど、もうちょっとなんかその技にね、こう、あったような、こう、流れがあると思いますけども、さすがに能力じゃないと思います。ごめん、エフェクトもごめん。そんなん言ったら、飛ぶ斬撃もあれもエフェクトだって言ったらおしまいだもんね。これはちょっとね、すいません。なしにしてください。今のなしということで、はい。多分だけど、ビスターはま、ここで入ってくるんじゃないかな、なんて思います。ただね、なんか僕の中で思うのは、ビスターがミホークと渡り合ってたじゃないですか。イコール、ビスターってミホークぐらい力あるんじゃないの？ジョンさん、これ出すの早いんじゃないの？っていう方もいると思いますが、僕はね、ミホークがあの時本気を出しているように見えませんでした。全くもって見えませんでした。むしろ、ビスターに合わせているというか、そんなような感じすら僕は感じたんですよね。だからこそ、まあここでビスターを僕は今回入
入れております。そしてミホークも能力者ではないですよね。さあミホークがどこで入ってくるのかということで、早速9位やっていきましょう。第9位はジンベエでございます。ここで入ってくるジンベエでございますよ。ビスタとやった場合はね、多分僕の予想では互角ぐらいになるんじゃないかななんて思うんですよね。むしろまあ、ビスタには勝ってほしいなっていう気持ちもあります。ビスタの場合はね、多分ねこう押し切れるんじゃないかななんて思うんですよ。それこそミホークと軽くねジンベエが当たった時って吹っ飛ばされてるじゃないですか。これっていうのはやはりパワーの差っていうのが出てると思うんですけども、先ほどもお話ししたようにビスタとミホークの力っていうのはイコールじゃないと思うんですよ。多分ミホークの方が上ってなった場合は、多分ジンベエがビスタと当たった場合はなんかこう近いような力を僕は感じるんですよね。なのできっとジンベエはここでねパワーで押し切ってくるんじゃないかなと。そしてねやはりジンベエの場合は水があればね一気に押し切れると思うんですよ。そもそも海賊の戦いっていうのはね海とか水がつきものじゃないですか。そこでジンベエと戦った場合は結構ジンベエがねこう勝てるんじゃないかななんて思うんですよね。もろもろ踏まえてジンベエがここで9位に入ってくるんじゃないかななんて思います。そして第8位でございます。8位にランクインするのはゼファー先生でございます。ここでランクインでございますよ。これもね正直難しい。ジンベエと結構ね力の差っていうのはまあなんか近いようなところなんじゃないかななんて思うんですよね。だけどやはり彼はね元海軍大将でございますよ。もう映画でみんな見ましたよね。キザルに追いつくあの身体能力でございますよ。もしも前世紀だったらもっともっとこれはね上にランクインしてるんじゃないかななんて思いますけども、現状でもやはりキザルに追いつくねあの身体能力っていうのはジンベエとやった場合も結構ジンベエを圧倒するんじゃないかななんて思うんですよね。だからこそまあ火力だったりを考えてもね、あのスマッシャーでもしも攻撃された場合はジンベエもきついんじゃないかなと思うんですよ。だけどやはり持病が問題ですね。あの持病が変なタイミングで出ちゃった場合はさすがにジンベエにやられる可能性も十分にあるんじゃないかななんて思います。もうそれ次第かな。それ次第でこの順位はまあ入れ替わるような感じもしないでもない。そんなゼファー先生を超えてくる男でございます。続いて7位でございます。7位はゾロ先輩でございます。ここで登場するゾロ先輩、うせやろみたいな、ビスタを超えて、そして海軍大将を超えてしまうと。いやジンベエはねまあ最悪むしろね超えてもらわなあかんのですよ。言うのであればゾロ先輩っていうのはね麦わら海賊団のもう2番手だと、それこそ副船長だと言ってもね過言ではないと。その男はねジンベエにまあやられてしまうっていうのはちょっとっていうね疑問が残るところでございます。そしてねゼファー先生と当たった場合もそうなんだけど、ゼファー先生になんとかまあルフィは勝利してるわけでございますよ。そうなった場合はやはりゾロも勝ててくるんじゃないかななんて思うんですよね。もちろんあの時から結構時間も経ってるからこそっていうのも踏まえておりますが、それこそゾロ先輩はね2年後の世界でまだまだ自分の力っていうのを本領発揮というかね完全にしてないと思うんですよ。まだまだ隠された力をゾロ先輩は持ってるんじゃないかなと。それこそ和の国に入っての海岸ですよ。もうねこれは隠していると僕は思うんですよね。そして良きタイミングでそれを思いっきり発揮していくと、そうなるとやはりゼファー先生を超えてくるんじゃないかななんて私は思います。この和の国での展開でございますけども、ゾロ先輩はね新たな刀をガンガンゲットしていくんじゃないかなと思うんですよ。それこそね鬼徹の流れ、これも当たったじゃないですか。もうこれはね確実に彼の手元に来ると思います。そして新たな刀がもう一個来るんじゃないかなと。なんか僕の中ではね和道一文字をねこうクイナに返すみたいな、そんなような流れがあるんじゃないかなと思ったんですよ。で917話でねこのクイナ界でね出てくるんじゃないかななんて思ったんですけどもね、いやークイナさんどこ行ったんでしょうかね。クイナさん出てこなかったですね。なんなら馬が出てきましたね。マジか、馬か、馬、そうだよな、馬だよなっていうね、もうなんか僕の中で和の国はねいい感じで始まってるんですけど、勝手にね波乱万丈な始まりをしたなとね僕的に勝手に思っております。馬、あー、クイナはもうこれ馬だったと考えるしかねえのかみたいなね。いやでもなんかね僕の中でクイナまだまだこう謎がなんか残っているなというかね、クイナまだまだ出てくるんじゃないかなんて僕は思うんですよ。今回はまあ出てこなかったけども、なんか出てきそうな感じする。これはね僕が出した動画のこのクイナのね動画についてぜひとも見てほしいです。なんかね出てきそうな感じするんだよね。さあそれがいつ出てくるのか、この展開まさに信じるか信じないかはウルージ次第でございます。いやー馬ですからね。
さあさあさあ、馬はさておいて、次のランキング行きましょう。続いては6位でございます。第6位は犬嵐様でございます。犬嵐公爵ここで登場でございますよ。いや彼はね強いっすね、本当に強いです。じゃあゾロより強いのか、普通にやった場合はもしかしたらまあ多分ゾロがねこう勝てるんじゃないかななんて思うんですけども、やはりね犬嵐様強いんですよ。この通常の状態でもジャックたちをね押していたんですよ。そんな犬嵐様の力っていうのは言うのであれば、もう懸賞金で言うのであれば10億クラスは余裕であると思うのですが、あくまでこれっていうのは通常での状態ね、通常での状態でジャックたちにまあ言うのであればもう勝るぐらいの力はあったと思うんですよ。軽くはね思い切り差があったとは思わないけども、ジャックたちを押してるわけだから、まあ10億よりさらにあるような感じになるんじゃないかなと。だけどやはり通常であればこれぐらいの力、彼らにはまだ秘めた力がございますよね。はい、スーロン化でございますよこのスーロン化が来たらジャックフルボッコなんじゃないですかね。っていうか本当にねジャックねフルボッコにしてほしいんですよね。もうスーロン化で彼らの本当の力っていうのをねジャックにぶちかましてほしいんだよね。っていうか誰だよジャックを引き上げたやつは。俺もう最終回までずっとねずっとジャックは引き上げられないんじゃないかなと思ったんですよ。なんかもうエンディングが流れていって、そしてみんなの描写が現れる中で早く俺を引き上げろって言ってる、そんな間抜けなシーンを俺は期待してたんですよ。ざまあみろジャックみたいなね感じで思っていたんだけど、まさかの誰かが引き上げたんだよね。だからもう一回ね彼をもうしばき倒して、そしてもう海にまた沈めてほしいんだよね。そしてやはりエンディングは早く俺を引き上げろっていう状態でね終わってほしいななんて僕は思いますまあでもねそういったことを考えるとやはりスーロン化っていうのが残ってるんで、そのスーロン化になった状態でゾロと当たった場合はもしかしたら犬嵐様がこう勝ってくるんじゃないかななんて思うんですよね。さあどうなるのかといったところでございますけども、今後の展開間違いなく犬嵐様たちがねスーロン化をしてガッチガチでねカイドウの部下たちをしばき回してくれるんじゃないかななんて私は思っております。はい、いかがでしたでしょうか。今回は10位から6位までやっていきました。次は5位から1位までを一気にやっていきたいなと思います。皆さんの思うこの非能力者の強さランキング、誰が1位なのか、次回の動画も見てくれたらすごく嬉しいです。OK、そんな感じでここら辺で締めていきましょう。ぜひとも最後に皆さん、グッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく、この動画も目指せ1000いいねでいきましょう。そして私の Twitter、ぜひともフォローしてくれたら嬉しいです。その際にね、ジョンさんフォローしましたよって一言リップ送ってくれたら僕もフォロー返しますからね。 OK、 Twitter の方でもがっつり絡みましょう。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time!